大宮アルディジュベントス対ジェフユナイテッド市原千葉レディースの一戦です。まずは前半13分です。高橋が抜け出していきます。自ら持ち込んでシュートを放って清水がクリアしたところ、こぼれ球林が決めました。ここはね、本当にサイドで高橋選手の頑張りから最後林選手の攻撃参加というね、非常に厚みのある攻撃で、本当にね、自分たちの狙い通りの形で得点が奪えたというのは非常に良かったんじゃないかと思いますね。大宮が先制点です。続いて17分のシーンです。一ノ瀬の長いクロスボールから最後安西でした。これも一つ千葉の攻撃の形ですよね。サイドから迫力のある攻撃、本当にフォワード2枚が絡んだね、素晴らしい攻撃ができたんじゃないかと思います。大宮リードで迎える後半です。後半15分のシーン、千葉が自ら持ち込んでいきます。ただ有吉、ここで望月がナイスセーブです。ただここはね、一つ自分たちの狙い通りの形でボールを奪って、そこからのショートカウンターというような形になりましたので、本当にね、千葉らしい形徐々に出せてきた、そんな時間帯だったのかなと思います。続いて後半23分の大宮のシーン、中田がシュートを打っていきます。清水が弾いて高橋、さらに井上です。厚みがありますね。いや本当にね、お互いの意地と意地がぶつかり合った、そんなようなシーンだったかなと思います。41分のコーナーキック、田中が追い返したところ、石川、1対1の同点となります。いや本当にね、ここ何度もコーナーキックの場面ありましたけれども、最後の最後ね、本当に素晴らしい形でゴール決め切りましたね。石川の得点が決まって同点に追いつきました。大宮アルディジャベントス対ジェフユナイテッド市原千葉レディースの一戦、1対1の同点となりました。